どうも、チャンネル隊長の隊長です。皆さんどうも、久しぶりの自動車 DIY です。うち軽バンあるんですけど、軽バンに今ついてるね、オーディオがですね、壊れました。壊れたというか、調子が悪いって言った方がいいですかね。以前ね、こちらの動画で、出てるんですけれどもね、こちら、3000ぐらいだったかな。3000台ぐらいで買えるね、超安物の中華製オーディオをですね、ぶち込んだわけですよ。あれからね、もう1年ぐらいね、経ったんですけど、つい最近まで普通に使えてたんですよ。音楽を聴く分には3000円で、これぐらいなら全然いいか、ぐらいの感じで使えてたんですけど、いよいよですね、Bluetooth のつなぎが悪くなってきちゃって、途中で勝手に切れちゃったりとか、もうエンジンかけて、しばらくしてからやっと接続とか、ちょっとね、そういった接続関係がちょっと調子悪くってですね、もうなんとかしたいなと思ったんですよ。で、もう皆さん、ほら、もう年も明けました。2022年明けましておめでとうございます。年明けた、この今新年、もうガンとね、もうちょっといいやつ買おうってことで、ちょっと買っちゃいました。こちらです。はい、こちらです。これ、ずっと僕、エイトートって呼んでたんですけど、正解は、アトトだそうです。はい、びっくりしました。アトトだそうです。説明はとりあえずあれなんで、中見ていきましょう。開封の儀。はい、開けていきます。はい、まずはですね、これはおそらくナビの横の隙間埋めとかで使うステーみたいなやつです。電話するときとかね、ハンズフリーのマイクとして使うやつです。でこれは Wi-Fi のアンテナなんですね。これ Wi-Fi に接続することもできて、あとこれね、なんかね SIM も入るんですよ。確か SIM カード入れて、もうずっとインターネットにつなげれるというね、そういったものでございます。これは、取り付け用の金具ですね。はい、これはですね、2輪1輪どちらでも対応でございます。これすごいっすよね。こちらが線です。すごい、一本一本ちゃんと書いてある。これありがてえ。すごい、ちゃんと日本語でしっかり書いてあるんで、これならもう誰でも簡単に取り付けますね。多分はめ込む時のやつ。日本語もちゃんと書いてありますね。これはありがたい。これは分かりやすいです。これはCarPlay のね、接続方法の、あれです。すごい。これ分かりやすいです。分かりやすい説明書。これありがたい。ディスプレイ用のですね、フィルムですね、これ。これ意外と別売りパターンが多くて、同梱タイプはなかなかありがたい。はい、各種説明書です。はい、こちら本体です。うお、すごっ。これパッと見、こっから見ると2輪で、すごいでかそうと思うんだけど、裏見ると、これ1輪サイズにもなるんですよ。1輪でも使えるし、その2輪としても使えるという。すげえ、めっちゃスマートやん、これ。はい、内容物はこんな感じです。はい、まずはちょっとここら辺のもの、ちょっと綺麗に取っちゃいます。これ。はい、取れました。軽っ。カタカタいってる、これ。プレイステーションのコントローラーみたいなね、カタカタいってる。中でなんか折れてるんでしょうか。はい、対応する線にね、みんなつなげました。で、これでね、あとは、ここに新しいオーディオをつなげたら、完成ですね。その前にちょっとここきれいにします。はい、結構ね、もう遅くなって暗くなっちゃったんだけど、できました。すごいです。ちょっと、もう今、もう先に行っちゃいます。すごいです。オーバースペックです、この車に。やばいです。ちょっと見てもらっていいですか？はい、こちらです。いや、ちょっと音楽は流せないんだけど、音めっちゃいいっす。めっちゃいいというか、前がクソだったんで、普通にどうだろう。今、FJ で使ってるトヨタ純正のオーディオぐらいは、全然いいです。それぐらい聞こえますね。前のオーディオがすげえ、もう比較するのはちょっと失礼なぐらい、ちょっと古い、もうボロいというか安い、もうとにかくね、安い、オーディオだったんですけど、やっぱね、あれと比べると圧倒的に音綺麗です。そりゃそうだよ。値段10倍だよ、10倍。ね10倍。こちらに書いてあるように、Apple CarPlay と Android Auto。はい。使えるので、もうスマホ、お手持ちのスマホでもう簡単にですね、もうナビとか、オーディオとか全部できます。はい、このねカープレイでこれ LINE 送れるみたいなんですよ。新しいメス、どなたに送信しますか？内容はどうしますか？こんにちは、隊長です。 LINE でのメッセージは次の通りです。こんにちは、隊長です。送信してもよろしいですか？送信。はい、送信しました。すげえ。これマップもうわー、がっつり家がっつり家の住所出てます。今の現在地出ております。すげえ。で音楽ももうすげえ iPhone で見るまんまですね、これ。すげえ。はい、ということで、もうかなりね、もうこんな12万で買ってきたボロシャにつけていいのかちょっと微妙なぐらいびっくりしました。僕はこのAutoとのねナビはですね、昔ヴァンガードでね一時期使ってたんですけど、はるかにクオリティ上がってます。ビビりました。全然いい、これでええやんってぐらいですね。というわけで、まあちょっとね今日はもう夜なんで、まあ明日ねちょっと嫁がもうこの子使って出かけるらしいので、ちょっとその時にね嫁に評価してもらいたいと思います。どうもこんにちは。ちょっと今日ねこの軽バンをですねいい感じにカスタムしたんで、ちょっと見てほしいんですよ。ちょっと助手席座ってもらっていいですか？奥さん、違い分かりますか？違いの分かる男、ネスカフェブレンド。ちょっとこのナビ見てください。これナビついてるんですよ。これナビだったっけ？ナビついてないよ、この時。ナビつけたんですよ。え、音楽バーだった。音楽バーだった。なんていうのあれ？まあ普通にオーディオ。え、ナビつけれたん？うん、ちょっと見てよこれ。え、ナビつけれたんだ。うん、つけれる。え、なんかさ、このサイズしかないからさ、うん、ナビつけれんと思ってたんだ。うん、なもん気合でなんとかなる。そう、穴広げた？ここ。うん、もういろいろ外して。どうなってたっけ前？まあ過去の動画を遡ってください。あれ前どうなってたっけ？あととセーター2枚も着てるのにめっちゃ寒い。今日寒いもんね。カイロも貼ってんの。ほんとやりたい放題してんのにめっちゃ寒い。やりたい放題の割には結構ここ違うよ、これさめっちゃ分厚いタイツだもん。ほら、そうなの？ほら、うわ、めっちゃ分厚いねこれ。あ、これはあったかいそうだわ。そう、裏肝タイツだからね、足太くなるけどあったかい。なるほど。背腹は変えられん。あと多分コメントで「うわ寒そう」っていうコメント来てると思うけど、大丈夫です、しっかりしてます。これはあったかいです。あったかいタイツです。はい、すごくないですかこれ。え、 iPad じゃん。 iPad じゃないですけど。でこれちょっと見とって、これ持っといて、画面映しといて。有線になっちゃうんだけど、ここに、まあ、ナビにつながってるライトニングケーブルなんですよ。でこれをですねスマホにつけます。ガシャッと。はい、でそうすると、お、すごい CarPlay スマホから。そう、スマホとつながってこうやって音楽が表示されたり、うん、あとこの設定画面とか、これもほらもう iPhone じゃん。あ、ほんとだ、すごいでしょ。でマップ、モザイクかかっちゃうけどマップ使えるんですよこれ。ナビすごいね。すごいでしょ。 Google マップ。 Google マップで Google マップだ。そう Google マップで僕これちょっとナビ使って出かけてみたんですよ、うん、すごいもう国道をですね案内されてしまいまして。おー、 Google ナビあるある。そう Google ナビある。でも安心して CarPlay に対応してるナビアプリ全部使えるんで。おー、なんで他にもいろいろとねナビタイムとか、まあ、Yahoo ナビとかカープレイに対応してるものを使えるんで、インストールすればできます。どうですか奥さん？すごいねこれ。いいよね。いやね、ナビ欲しいなって思ってたのこの車だよね。うん、わかる。いつもここにスマホをくっつけてナビにしてたから、うん、そうだよね。でもやっぱ普通にナビとして使えるんで、うん、これはいいです。ナビつけれたんやなこの車。つけれました、つけれましたはい。あれどこ行っちゃったの？音楽バー後ろ。あ、インプにつけとく？いや、いらん。いらないっす。いらないですか？いらないっすね。アトトのナビですね。動画の概要欄に URL 貼っておりますので、まあご興味ある方はちょっと見てみてください。はい、いや、これでもさ、俺いいんだよ、裏切られた。なんかさ、もっとツッコミとこ満載のさ、あーやっぱり中華製ナビやなみたいな感じになるかなと思ったんだけど、普通に使える。優秀。うん。普通に純正ナビよりか全然使えます。ビビりました。ちょっと待って、俺 FJ 買いたいな、これ。買っちゃう？買っちゃいたいっすね、そろそろ。FJ のナビもちょっとポンコツだもんね。FJ のね、もうなんかデータ古いからね、まあ、更新すればいいだけの話なんだけどね。ちょっとFJ 用にも少しちょっと検討しております。はい、そんな感じです。はい、それではまた皆さん他の動画でお会いしましょう。ご安全に。ご安全に。バイ。